もショットです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、僕の外出自粛中のモーニングルーティンというのを紹介していきたいと思います。まずはですね、朝8時に、目覚ましをかけていたので、はい、スマホの音が鳴りました。あれでも起きないですね。めちゃくちゃ眠そうですけども、しかもなんかすごい顔がすごいひどいですね。で、朝一発目にやることはコロコロです。僕朝起きた時に枕元に結構毛が抜けてるんです。まあ枕は使ってないんですけども、なのでその毛をコロコロで回収するところから朝の僕の朝の一日は始まります。で、起きた後はすぐに布団をしまいます。で、ベッドじゃないんですかっていう質問が飛んでくる時があるんですけども、まあベッドだとやっぱ常に出しておくっていうのが煩わしいので、まあ、ちょっと手間があったとしてもしまえる布団っていうのを使ってます。元気だ。よし。いやー、今日はすごくいい天気なので外に出かけたいっていう気持ちがあるんですけども、ただ外出は自粛しております。はい、で早速トイレに行きます。まあそれは当然ですね。で、まあ見てください、これパキラがまた成長してまして、いやこういうの見ると幸せになりますね。で、トイレから出たら早速ですね、身だしなみというか顔を洗いに行きます。やっぱり顔を洗うと一瞬で目が覚めるというか、スイッチが入るというか、すごく気持ちいいので、トイレに行ったついでに洗面所に行って顔を洗います。顔を洗った後は唯一のスキンケアアイテムのニベア青缶を使います。あ、でも中身が入っていないということで、残り少ない量を大切に使います。でもこの青缶は僕はもう4年ぐらい前から使っているんですけども、そう、これ1個でスキンケアをしているっていう感じですね。まあ、あとたまに顔パックとかやりますけども。顔を洗った後は洋服を着替えます。洋服を選ぶ時間っていうのはすごくもったいないと僕は思ってます。なので洋服を選ぶ上でのポイントとしては、とりあえず適当にピックアップして着て上と下組み合わせたとしてもそれなりにおしゃれに見えるっていうものを選んでいます。洋服は上4着下4着っていうペースで回しています。なので洋服はよく1回あたり200円になるまで着れば十分元は取れるよっていうお話があるんですけども、僕は余裕で200円着るぐらいたくさんローテーションして着回していきます。そして着替えが終わったらですね、そのままパジャマと一緒に昨日の分の洋服っていうのを洗濯に回します。で、洗濯に回したらそのままですね、洗面台に向かって髪の毛をセットして身だしなみは完了となります。お香を焚くのは毎日の日課になってます。いい匂いのする部屋、いい匂いのする空間にいるとすごくリラックスできるんです。一通り身だしなみだったりが終わったあとはですね、彼女と時間を過ごすためにカフェオレを入れます。で、そのためにまずはお湯を沸かすっていうことをやります。トイレには神様がいる、トイレを掃除すると運気が上がるっていうのはいろんな著名人だったり本だったり歌で語られているところであります。僕もそういうご利益にあやかりたいという下心をたっぷり掃除しております。そうこうしている間にお湯も沸きましたので、カフェオレを入れています。粉末タイプのカフェオレですね。どんなカフェオレを使ってるんですかっていう質問に対しては、まあ、特にこだわりはなくて、その時にあるものを使っています。まあ、大体ネスカフェさんから出ているカフェオレの粉末タイプ、これを使うことが多いです。入れすぎたかもしれない。はい、お箸で混ぜてます。斬新なスタイルですね。はい、どうぞ。
彼女はこれから会社に出社をするために今準備をしています。でその前に、まあ、ゆっくり朝の時間を過ごすということで、ホットカフェラテを飲みながら朝トークです。確かによし、じゃあおかゆを作りましょうかね。次に朝食を作ります。ただ自分のではなくて彼女の朝食を作ります。僕は朝断食っていうことをやっているので朝は食べません。でも朝会社に行くための準備でバタバタして忙しい彼女のために軽く朝食を作っているっていう感じです。あー美味しそう、いいね。この朝食の原価は多分85円ぐらいだと思います。彼女が食べている時にすぐ僕は食器を片付けます。僕は食器があるとどうしてもすぐに片付けてしまいたくなっちゃうんですよ。出ているものがあるとすぐにしまいたくなるっていう、まあそういう性格なので、なのであの食器はすぐに洗います。おいしい。お、よかった。僕は基本的に自由にやりたいです。ただ家事を相手に押し付けて自分が自由にやる、自分だけ自由に過ごすっていうのは違うと思ってます。なのでちゃんと僕もやるべきこと、家事をちょっとやった上でその後に自由に動くということを意識してやってます。そしてその後は今日やること、やりたいことの To Do の確認をします。これは前の動画で時間を作るっていう方法の、まあ、その動画でシェアしたんですけども、ハイライトっていう作業ですね。今夜寝るときに、いや今日は充実したと、今日は前に進んだなって思えるようなこと、これをノートに書いてます。うん、バスで行けるんだ、うんうん、だから自転車で行けるんだ。3つの3つとかはない、うんうん、3つの3つで3つはない。結局彼女といるとだんだんふざけちゃいますね。集中はできないです、まあ、でもこの時間が楽しかったりします。3つの目つみたいな いい匂いをキープしたいっていうのもあります。あとは思った以上に量が多いお香を消費したいっていう気持ちもあります。なので1日多分5回ぐらいはこうやってお香を焚いてるんじゃないかなと思います。そうだ、歯磨くの忘れてたから磨きます。視聴者の方に勧めてもらったホワイトニングパウダーを使って歯磨きをします。ただこれ粉なので結構ポロポロ落ちちゃうんですね。あとは粉のままこう口に投入すると口の中がパタパタしてしまうので、一回口に水を含んでからこのパウダーを入れて歯磨くようにしてます。でもこれのおかげでライブ配信やるときなんかも明らかに白くなりましたねって言われるようになりました。ファルベフロッサーっていう歯間ブラシを使っています。すごく耐久性もあるのでおすすめです。はい、ということで、まあ、彼女を見送って、今から仕事に入りますので、これにてモーニングルーティンは以上とさせていただきます。前僕が阿佐ヶ谷で一人暮らしをしている時っていうのは自分のことだけ考えればよかったので、起きて10秒でパソコンに向かってました。そうなんですけど、まあ、今は同棲をしているわけなので、そのだから彼女との時間を過ごすっていうことも大切にそうしてるって感じですね。そのためのルーティンでもあります。結構僕仕事大好き人間なんで、もうガーって入っちゃうんですよね。でそうすると彼女との時間がなくなっちゃうわけなんで、意識的に朝は彼女の時間を作るっていう感じです。まあ、別にその後仕事を始めても全然遅すぎることはないので、はい、こんな感じでやってます。そう、今回僕の動画を見てくれた方がなんか一つでもへーって思ってくれたり、まあ、ちょっとクスッと笑ってくれたりしてくれたら僕はもうそれで最高に嬉しいです。はい、ということで、そうですね、あとは言いたいことは以上ですかね。はい、ということで、まあ、今回ちょっとでも参考になりましたと、面白かったですと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。